1914年8月に適用が開始し、1988年に緊急事態法になった。戦時措置法は、カナダの歴史の中で3回発動された。詳細は、ウクライナ系カナダ人強制収容を参照ドイツ人、数千人と他の外国人が、1914年から1920年までの戦時措置法の結果、 カナダ中にある24の強制収容所に抑留された。これら適正外国人は、東国、監禁だけでなく、数千人は身分証明書と定期的な報告を強制されていた。交流された者は、行動の自由、集会の自由、言論の自由が制限され、1917年には公民権剥奪に至る。強制収容の実施は、 戦後2年近く経った1920年6月まで続いた。1980年代半ば以来、ウクライナ系カナダ人市民の自由協会は、カナダ政府が強制収容の実施を公式に認め、80年代、当時の価値に換算した抑留者が没収された富に、対する損害賠償と、そのお金を多様な記念事業、教育プロジェクトに、 専門的に使用することを求めた。王立カナダ海軍職員が日系カナダ人漁師の漁船を接収する際に質問している様子。第二次世界大戦ではカナダでは外国がスパイや工作活動を行うという恐怖が広がっていた。1941年大日本帝国によるアメリカ海軍に対する真珠湾攻撃を受けてカナダですでに広がっていた。 日系カナダ人に対する人種的偏見が反日思想や行動に結びついた。その結果、カナダ政府は戦時措置法を使用し、日系カナダ人に対しその権利や自由を著しく剥奪する政策を請求に実施した。1942年3月には日系カナダ人強制収容を実施。戦争が行われていた。 期間中、日本の先祖を持つすべての人は、子供も含め強制収容所に送られた。1970年、ケベックナショナリストたちとケベック解放戦線のメンバーは、イギリスの外交官、ジェームス・クロースト、ケベック州の大臣で、後に殺害されるピエール・ラポルトを誘拐した。現在、オクトーバー・クライシスと呼ばれる、この事件は、カナダ国内で、反政府軍事、 テロリストグループに対する恐怖を呼び起こした。FLQ による社会的な脅威と要求により、モントリオール市長ジャンドラポート、ケベック州政府の要請に応え、ピエール・トルドーの自由党政府は、戦時措置法を発動した。これにより、警察に逮捕、交流により大きな権限が与えられ、FLQ のメンバーを発見し、活動を止めることができた。 その発動にあたり、市民の自由に直接的な脅威を与えたとして、大きな懸念が生じた。スイープのわけが、A カナディアンスタチュートザットアロードザガバメントツーアスーム、スイーピングエマージェニシーパワーズ、分け漏れあり。ゾーズフーアージェイルドワーオルソーサブジェクテッド、ツーベアリアス・ステート、サンクションド・センシャーズ。 ハットプロクリメーションオブ8ディセンバー1941アット P2071 アーカイブドアイテムディスプレイ A ネーションエスクロニクルザカナダガゼットライブラリーアーカイブスカナダ www.collectionscanada.gec.sa.2018 年4月18日閲覧ありがとうございます